オホーツクの斜里町と羅臼町を結ぶ国道334号線知床横断道路の除雪作業が今日から始まりました。知床横断道路は知床峠を挟む 23.8 キロが去年の11月7日から積雪のため冬季通行止めになっています。ゴールデンウィークまでの開通を目指して今日から斜里町側、羅臼町側の双方から除雪作業が始まりました。今シーズンの積雪は例年並みということですが、作業は1ヶ月以上はかかる見通しです。また作業には除雪車のオペレーター不足に対応するため、一人で作業ができる新型の除雪車も投入されています。知床横断道路の開通日は未定ですが、多くの観光客が訪れるゴールデンウィークには通行できるようにしたいということです。